今こういうふうに縫ってないんですけども、これは翌日縫合をしっかりとしていきたいと思います。本日はですね、二の腕の全周肌肩甲骨横胸上部ですね、この腹二の部分のレーザー併用のアキレス脂肪系についてお伝えしたいと思います。でこのお客様はですね、身長が152センチですね。で体重は54キロぐらいの方で、実はですね、遠方から来てるお客様なんですね。で関西の方から来ていただいてるお客様でして、実は翌日にまたクリニックに来ていただいて、経過を見させていただくんですね。で今回お伝えすることはですね、この遠方のお客様っていうのは、翌日ホテルとか、あとは近くに泊まっていただいて、また経過を見せに来ていただくっていうことをちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。まず早速ですね、このレーザー波をかけていきたいと思います。この方は結構しっかりめに脂肪がついてるので、結構しっかりめにレーザーをかけていきたいと思います。遠方の方についてですが、通常の場合、脂肪吸引した3日後に再び来院していただきますが、遠方で3日間いるのが難しいっていうお客様は、脂肪吸引当日に縫合せずに、翌日に来院して縫合することが可能です。縫合っていうのは脂肪吸引でできた傷を縫い合わせることなんですけど、縫合しないで手術を終了すると、麻酔液とか生理的なお水が傷からたくさん垂れてしまうんですね。でもこれはダウンタイムを抑えるためにはむしろいいことなんです。縫合すると少しお水が溜まってしまいまして、腕が上げづらくなったりするからです。なので今回のお客様もそうですが、遠方の方で結構多いのは縫合せずに手術を終了し、ホテルとかで安静にしていただき、翌日来院されて傷を縫って地元に帰るってパターンもあります。レーザー波なんですけども、何分かければいいとかって特に決まってないんですけども、この方の場合は結構脂肪がしっかりめについておりましたので、合計で7分半ぐらいの時間ですね、レーザー波をかけました。7分半っていうのは結構長い方かなと思うんですけども、短いだったらもっと短いんですね。どのぐらいレーザーをかけたらいいかっていうのは特に決まってなくて、この脂肪がその感覚的に全て溶けたってことを確認できれば、それでやめてもいいのかなって思います。そしたらですね、今レーザー波をかけ終わりましたので、こちらですね、アキレス脂肪筋やっていきたいと思います。これすごく細かいんですけど、わかりますかね？すごく細かいところで、吸っていきたいと思います。でこの細かい経過の特徴としては、神経とか血管とかを全く傷つけずに吸うことができるんですね。で特に脇のところっていうのは、やっぱ人間、すごく大切な神経とかたくさん走ってますので、そういったところを傷つけるときに、しかも細かく、そして脂肪をなるべく変えるっていうのが、このアキレス脂肪筋の特徴なのかなと思います。アキレス脂肪筋にすることによって、一番ダウンタイムとか、そういうのを抑えることができると思います。しっかりと吸引できた脂肪が、人とかが混ざってなくて、本当に脂肪細胞だけが吸い取るのがわかるのかなと思います。キーセル脂肪筋は脇の近くとか肩甲骨横とか、あとはこのここですね、この辺の脂肪を他の脂肪筋の種類の機械とは違って、より細かくしっかりと仕上げることができるっていうのがかなりのメリットになってくるのかなと思います。この動画の最後にこの方の体型に似たビフォーアフターの写真を載せていますので、どのくらい変化するか知りたい方はぜひチェックしてみてください。このように吸えた脂肪が管を通って吸えているのがわかると思います。人から一番おすすめしたい脂肪筋種類は何ですかと聞かれたら、私は今回やっているレーザー併用アキレス脂肪筋って答えます。他にどんな機会があるのか知りたい方は、こちらの動画で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。クリニックによっては、肘のところから曲がった吸引管を使って、表側まで吸う吸引管もあります。私もその曲がった吸引管を使って何度も試しているのですが、やはり表側まで完全に吸うことができないんですね。曲がった吸引管で後ろ側から表まで吸える範囲は大体3分の2ぐらいで、正直3分の1は絶対吸うことができないという結論になりました。なので表側をきちんと吸う場合は、今回ご紹介するように一度体をひっくり返して吸う必要があると思います。で今こういうふうにですね、しっかりと溜まる脂肪がこうやってなくなっているのはわかるんですけども、ここはちょっとですね、縫合しまして、こっちだけですね、今こういう風に縫ってないんですけども、これは翌日縫合をしっかりとしていきたいと思います。で取れた脂肪なんですけども、まあ大体 600cc ぐらいですかね。ほとんど出血とかなく、綺麗な脂肪だけが積み上がってるのがわかると思います。で、この後ですね、ひっくり返っていただいて、二の腕の表側ですね、腹乳とかこの脇肉の部分をこれから脂肪吸引していきたいと思います。そしたらですね、実際に脇のところですね、吸っていきたいと思います。
そうですね、そこっていうのは本当に神経がたくさん細かく走ってますので、こうやってすごい細かく傷つけずに吸うことがとても大切になってきます。最初にお話しした遠方の方のお話ですが、翌日ご来院されて保護する方がいいのか、3日目にご来院されて水を抜いた方がいいのか、それぞれのメリットとデメリットについてお話しします。クリニックによってはお客様全員に対して当日保護しないクリニック、つまり翌日保護するクリニックもあります。私は基本的にお客様と相談してどうするかを決めているんですけど、当日保護しないデメリットは、麻酔液や生理的なお水がドバドバ垂れてきますので、翌日お仕事などある方はとても大変です。逆にメリットは、麻酔液や生理的なお水が翌日前にほとんど出てしまうので、腕も上げやすいですし、ダウンタイムもかなり抑えることが可能になります。当日保護をして3日目に水抜きするメリットは、しっかりと保護されておりますので、麻酔液や生理的なお水がドバドバ出ないので、翌日からお仕事に復帰することが可能なことです。デメリットは、麻酔液や生理的なお水が少し溜まってしまう場合がありますので、もしも溜まっている場合は3日目に抜く必要があるということです。施術を受ける日とかお仕事の状況とかを総合的に全て見て判断して、3日目に来ていただいて、お水が抜ける場合はお水を抜くのか、翌日来ていただいて縫合するのかを適宜一緒に相談していけたらいいのかなと思います。今表側の脂肪筋が終わりました。この腹乳のところで 150cc で、二の腕の表側のところで合計 150cc ですね。で合計300取れました。裏側で大体 600mm で、表側で300取れたんですね。でこれですね、実際に取れた脂肪をちょっと見ていただきたいんですけども、さっき600ぐらいまでやったのが今900ぐらいまでですね。こんな感じでほとんど出血なくできているのが分かると思います。二の腕のその裏側ですね、裏側だけだとやっぱりどうしても表側の二の腕のところはすることができませんし、そこをスッキリすることはできないんですね。なので後からやっぱり二の腕の表側でちょっと取り残したから吸ってほしいみたいな結構依頼が多いので、二の腕の表側はやっぱりひっくり返してちゃんとですね吸わないとダメなのかなって思います。今回はですね、二の腕の全周と肩肩甲骨強く向上部、脇肉ですね、ベーザー非脇性脂肪吸引で、30代前半の身長が152センチ、体重は54キロぐらいの方の脂肪吸引の経過を報告しました。今こうやって脂肪吸引終わったんですけども、この方は翌日保護ですので、また明日クリニックに来ていただきます。今後の経過につきましてはまた別の動画で詳しく解説していきたいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。この動画が少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何かコメントなどありましたら、コメント欄にコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。